コーヒーに大量のミルクとシュガー、ニューヨークスタイル言われるさすが。どうも、始まりました。津波南米チャンネル第3回。前回と初回、皆様、高評価やチャンネル登録たくさんありがとうございました。本当に皆様にね、そういった形に支えられて、このチャンネル、これからも頑張っていきたいと思います。だけどね、まだ全然皆さん、タックルが足りません。ガンガン南米並みの熱い深いタックル、カモンって感じなんで、じゃんじゃん来てください。それでは第3回、津波南米チャンネルバボス。ということで、今回はね、前回の動画のね、テロップに気づいてるかな、出してた通り、今回のテーマはですよ、まさにブラジル、ブラジルということで、ブラジルなんですよね。今回のテーマブラジルということで、皆さんブラジルのイメージはラテンで陽気な俺みたいなやつがいっぱいいるんじゃないかってね、多分いると思うんですけどね、見たことないんで分からないですけど、そういったブラジルについて、注目してご紹介していきたいと思います。でもやっぱりブラジルといえば、皆さんのイメージの中にもあると思われますが、分かってますよね、お客さんも。ブラジルといえばあそこじゃないですか、もうね。じゃん、これですよね、サッカーボール。これもね、これは欠かせないですよ、ブラジルにとって。サッカーはもうブラジルからもう切り離せない。ということで、サッカーを中心に、ブラジルの文化、また様々なところにも着目しながら、私、津波の目線でお送りするブラジル紹介となっておりますので、早速行ってみましょう。早速ブラジル紹介ということですね。今回僕がブラジルを紹介していきたいんですけども、まあ、ブラジルの基本的な情報に関してはね、はい、こちら、こういった情報はね、今、Google さんに一発で聞いたらすぐ出てくるんで、まあこういったところも紹介したいんですけど、この先は Google さんでよろしくお願いします。僕が今回ブラジルの紹介でね、着目していきたいところは2つ、まあ1つはサッカー、先ほど言いました通りサッカーということで、2つ目はですね、食文化の方に目を向けていきたいと思います。ブラジルの人がね、何を食べてるのか、料理といえばですね、この2つが僕はブラジル料理といえば欠かせないなと思うんですね。早速一つ目、こちら、はい、フェジョアーダっていう料理なんですね。フェジョン、カリオカなんていう呼び方もあるんですけど、主にどういったものかというと、インゲン豆、そして豚肉、そして生ソーセージ、この3つですね。この3つを、ニンニクと岩塩でじっくりコトコト煮込んだスープのように煮込んで出来上がったのがこの料理です。ブラジルのこれが国民食と言っているほどブラジル全土で広く、親しまれている料理なんですけれども、見た目がちょっとまあ苦手っていう方も多く、食べず嫌いな方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕も実際食べたことあるんですけど、すごいね、コクがあって塩気も効いてて、ご飯の上とかにかけて、そのままいけちゃう、すごいおかずになる品で、何よりタンパク質爆弾なんですよね。もうタンパク質の塊なんですよね。やっぱ今の時ヘルシー健康ブームの、今注目の一品だと思われます。それでは2つ目なんですけれども、2つ目がこちら、はい、シュラスコですね。もうこれは、ね、おしゃれだし、インスタ映えもするっていうことで、結構女性の方にも人気なんていうこともあるんじゃないでしょうか。シュラスコはどんなものかっていうとね、鉄串に豚、鶏、牛、果物、野菜なんかもね、いろいろぶっ刺しちゃってね、それをグリルして、テーブルアルカルトで食べるというスタイルの料理になっております。まあ、ここでね、シュラスコあるあるっていうのは、2つほど言いたいんですけど、まあ本当にサッカー選手がね、よく、特別なシチュエーションの時に、使用するんですよね。例えば、まあ、チームの決起集会とか、まあ、打ち上げみたいな、そういった会の時に、結構 J リーガーの方とかサッカー選手とか、シュラスコで、まあ、美味しい肉食べてみんなで、まあ、盛り上がろうぜみたいな時に使ったりするんですけどね。バルバッコアという名のシュラスコ店があるんですけど、そこにね、特別な女性とかね、気に入ってる女性の方をね、くどきに行くときに、シュラスコ、バルバッコを使うっていうね、これあるあるが、結構裏あるあるなんですけどね、
あったりしますのでね、これはまあちょっとこのチャンネルでしか聞けないんでね、よかったなと思ってみんな持ち帰ってください、この情報。そんな余談ありましたけど、ぜひ皆さんシュラスコ行ったら美味しい肉も、もちろんですけど、一つ目のフェージョン、ぜひ食べてみてください。ブラジルといえばサッカー、もうこれは外せないんですよ、僕にとっても。早く説明したかったから、もう早くやらせてくれ。ワールドカップ5回優勝ですよ、問答無用でサッカー強い。でなんでサッカー強いの、なんでそもそもサッカー選手しか彼らには、方法がない。夢のセレソンも、あの黄色のカナリア軍団の敵地ですよね。習得してからもストリートサッカーの協会にしたい一押しプレイヤーが一人います。圧倒的な技術と存在感で、見ていてね、面白いプレイができるんですよね。もう、うまっ、それするみたいな、もう男になる、かっこいいなって思いながらね。スコア、いや、川崎サウサイ。